はい。豊島の林です。何度か発表させていただいてるんですけど、今回もまた懲りずにちょっとビルドシステム周り の話をさせていただきたいと思います。これ、この間の、オープンソースサミットジャパンの、中の一セッションで発表した資料をほぼそのまま使ってるんですが、この時は共同発表でした。私と、あとこの2番目にカッコで書いてある、イルバースという、ドイツの会社なんですけども、そこ の方も同じようにデビアンの、デビアンベースにしている、ディストリビューションというか、ビルドシステムを作っていて、それがですね、細かい話をすると前の ELC2016 ELCE ですね、ヨーロッパの方でやったところで初めてちょっと我々出会ったっていうのがあって、その時で、要は同じようなことをやってるから、何かこう一緒にやっていけることはないかっていう話になりまして、その後ちょっとちょくちょくミーティングとかもしてですね、で最終的にここで共同発表という形で報告をさせていただきました。今回はその内容について、一応40分ぐらい枠いただいてますけど、もしかしたらもうちょっと早く終わるかもしれないです。概要程度でちょっと説明させていただきたいと思います。先ほども言いましたが、今回、関わっているプロジェクトの名前として2つありまして、デビーっていうのが我々が東芝がメイン今やっているもので、オープンソースになっているものです。でもう一つが、イーザー、向こうの発音はイーザーだったので私もイーザーと呼んでるんですけども、これも要は同じような位置づけのビルドシステムを提供するようなものです。で、今回そのコラボレーションという形で始めるにあたったその意図というか、モチベーションみたいなところっていうのは、やっぱり横ベテビアンをベースにしているっていうところがまず大きくあるっていったところと、やっぱりお客さん実際の製品に最終的には組み込んでいくっていうところですとか、その実際に組み込まれる製品の種類っていうのも我々とすごい似ているとこ近いところがあったっていうところも大きなところの一つになっています。あとはですね、もちろん我々その、昔は、社内で物自体作ってたわけなんですけども、前だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、2年前、3年前ぐらいに全部そのソースコード、このデビーのソースコードをコミュニティ GitHub に全部上げまして、今はもう全部オープンになっているというような状況です。で、そんな中でオープンにした結果、最終的にこう ELC に行って、その説明とか発表とかしたんですけども、そこで、要は同じような状況でイーザーの方もソースコードを公開して、発表してっていう形で、出会っているので、そういう意味ではそのコミュニティに対する貢献、そのものをまずは、オープンにするっていうところで、そこから先いろいろやっていきたいっていったところもデビーとイーザー両方とも共通している部分だというふうに思っています。で、あとはやっぱりそのオープンにするそもそもの我々の目的としても、その結構やっぱデビアンベースで製品を作ったりとか、ディストリビューション、独自のディストリビューションを作ったりしている人って結構いると思うんですけど、そういったところでこう一緒にやってコストの削減みたいなところをやっぱりできないかっていったところは、コラボレーションの大きなメリットのまた一つっていうふうに考えています。今回実際にやってみたところっていうのを含めてご説明したいと思うんですが、まずは最初は各ビルドシステムですとか、ディストリビューションが、どういったものかっていうのと、それぞれの違いっていうのも説明した上で、実際 の, コラボレーションどんなことをしたのかっていうのをちょっとご説明したいと思います。まずデビーなんですけども、もともとこれ、メタデビアンっていうリポジトリの名前で上がっています。ジャンボリーでも一度ご説明させていただいたことがあります。なのでご存知の方はいるかと思うんですけど、一応概要程度も一度説明しますと、基本的にここにある通りデビアンと
あとヨクトプロジェクトを、まあ、ベースにした、システムになっています。で、デビアンの、バイナリーパッケージは使わないんですが、ソースパッケージを全部一度クロスビルドして、で最終的に、イメージっていう形で、まあ、ビルドして製品っていうか、まあ、訓練のボードで動かすっていうようなものです。ヨクトプロジェクトの方はどちらかというとツール、インフラのあたりを、まあ、流用しているっていうような形で、まあ、実際にクロスビルドするためのレシピをですね、こう一個一個パッケージに対してこうせっせと書いて、それで、まあ、ビルドするっていったような構造になってます。で、名前はなんか一番下にちょっと書いてますけど、デビアンとポーキーをなんかくっつけてデビっていう、あともう一つ、まあ、デビアンっぽいんだけれども実際にはクロスビルドして設定とかもちょっと変えたりしてるので、本当の意味でのデビアンっていう意味とはまたちょっと違うっていう意味で、まあ、デビアンライクっていう意味も含んでます。そうですね、デビアンの場合はもうバイナリーパッケージという形で提供されているバイナリーディストリビューションなんですけど、デビンの場合は全てクロスビルド化するという形でソースのディストリビューションになっています。まあ、目的としてはやっぱり元が我々の方で使っている中で使っていたものということもあって、まあ、安定性ですとかその長期補修といったところがやっぱり最も重要になってくるかなというところですね。まあ、それが、まあ、デビアンを選んだ理由にもなっています。と、まあ、やっぱりその、ものによって、カスタマイズの要求っていうのが、違ってきますので、まあ、そういったところに柔軟に対応できるその、ビルドシステムの形にしていかないといけないっていうのもあります。で、まあ、あとは、実際、外で関連してそのデビアンですとかヨクトプロジェクト外のコミュニティですとか、あとは今回のイーザーみたいな形で同じようなことをやっているやりたい人たちが、まあ、要は大きさに言ってしまうとその集まってこれるような場所を作るっていうのも、まあ、当初まあ一つの目的でもありました。でそれでまあ一緒になって共通で開発できて開発して、みんなのためになっていくようなところを、まあ、作れれたらいいのかなっていう、まあ、これがデビーの基本的なコンセプトになります。まあ、ざっくりですがどんな感じで動くのかっていうのをここで、図で示してますが、まあ、上から見ていただくと分かるんですが、まあ、基本的にそのデビアのソースパッケージを全部フェッチしてそれをビルドするためのレシピがもともと用意されているので、それを、ビットベイク、まあ、ヨクトプロジェクト のツールですけれども、が、レシピを解析して、ちゃんとビルドコマンドを走らせて、最終的に、各ソースパッケージをバイナリーパッケージにまたこうビルドし直して、ルートファイルシステムですとか、まあ、SDK というのを作るような仕組みになっています。でこの赤くなってるところが我々そのデビーを作るためのメタデビアンというまあ、リポジトリがあるんですけど、まあ、基本的にはここだけを指します。他の部分は例えばポーキーのこの黒いところとかっていうのは全部ポーキーそのものを流用して使ってるっていうような形ですね。なんで改変とかは一切してないです。で、まあ、どんな風に使うかとかは今日は特にあまり説明するつもりはございません。もし興味があればちょっとこの辺のページとかをちょっと見ていただければなというふうに思います。で、今もう残念ながらステーブルではなくホールドステーブルになっちゃいましたけども、デビアンのバージョンっていうのは8のソースコード、DC のソースコードっていうのを対象にしています。ヨクトプロジェクトもステーブル今これ、2.3 の方はデベロップメントじゃないんですけど、まあ、極力その常に最新を追従していくような形で開発を進めています。カーネルはまあ 4.4 とあと CIP の方もサポートしているというような状況です。で一番下に、サポーテッドパッケージってあるんですけど、実際レシピを、600個ぐらい中見ると転がってます。
これを作るのがまた結構すごいコストがかかって大変なんですけどっていう話も後ほどちょっと出てきます。で、ここからはイーザーの話で、これもともと共同発表で私が喋ってないスライドも含まれているのでところどころ詰まるかもしれないんですけど、ちょっとご容赦ください。イーザーの方はですね、なんていうんですかね、そのデビーの場合はまあある意味、ディストリビューション、リファレンスのディストリビューションというような形で言えると思うんですけども、デビの方はあくまでこれ、イーザーの方はあくまでビルドシステムであって、ディストリビューションではないっていうふうに彼らは言っています。実際そうだと思います。っていうのも、デビの場合は全部ビルドし直して、バイナリを作ってるんですけど、イーザーはあくまでデビアンのバイナリパッケージをそのまま、使う、ビルドするにも、それをそのまま使って、インストールするにもそれをそのまま使うっていうようなやり方でやってます。もともとはこれシーメンスからの要求で作られたっていったものもありますし、実際お客さんがシーメンスだったりするんですね、っていうところもあって要求っていうのも非常に我々とちょっと似ているっていったところもあります。で、主に使われるものがここに書いてますが、ビットベイク、これは我々と同じで、要はフロントエンドのような形になるんですけども、ビルドするときにビットベイクのコマンドを叩くっていうのは共通です。その裏側がちょっと全然違うっていうのはあるんですけど。で、あと、ヨクトの、例えば、レイヤリングですかね。ヨクトの場合、その共通の部分とかっていうのを全部、一箇所に集約して、オープンエンベデッドコアっていうところにまとめて、その上に、例えば、ボード用のカスタマイズのレイヤーだったり、もうちょっと、大体ボードサポートのものが多いんですけど、そういうレイヤーをこう組み合わせて、このような設定をまとめて、最終的にイメージをビルドするための設定にするっていう、レイヤリングの構造を持ってるんですけど、その辺もちゃんと使えるような形で、ビルドシステムが作られている。これはDBの方も同じです。で、バイナリーパッケージベースですけども、Debian ベースで基本的には作られています。このバイナリーパッケージ自体は、イーザーには含まれないので、本当に使っているだけっていうような形になりますね。名前の由来は、どうもこれ、ドイツにある、ミュンヘンにある川の名前だそうです。で、インテグレーションシステムがオートメテッドルートバイルシステムジェネレーションってあるので、本当にビルドシステムの意味の形で、名前も付けられているかなというふうに思います。すみません。はい。デブリストラクトページなんですか？ですね、それは非常に良い質問かなというふうに個人的には思うんですけど、やっぱり見た目上は、ポッキーを使って、ポッキーとビットベイクを使っているように見えるんですけど、実際に中身を見てみると、後でちょっとまた出てきますけど、実際ビルドをこう走らせている、デブートストラップやって、で、なんか、まずチェンジルート環境を作って、その中でデブート、ビルド、その DPKG のビルドパッケージとかを動かしてビルドしているっていう形なので、実態はデビアンのビルドと大きくは変わらない。ただその、レイヤーの仕組みとかっていうのは、こういうことと同じように作れるようになっているっていうのと、あとその上で何か別のアプリケーションとかをビルドしようと思ったときに、そのための仕組みが用意されているっていう違いはありますが、基本的にビルドする方法っていうのは、デビアン のやり方とほぼ同じです。カスタマイズツールみたいな、そういうニュアンスですよね。はい、結構やっぱりこういう、イーザーの他にも、そういうアプローチで作ってるツールって結構あるので、実際 ELC とかで、別にそういう発表もあったりするんですけども、それだけやっぱりそういう需要があるっていうことなのかなっていうふうにも私自身はちょっと認識しています。そういうアプローチと比べると我々のやり方っていうのは結構細かいところに本当手を出せるんですけど、その分こうメンテナンスとかっていうところで難しい課題が出てくるっていったような状況です。で、じゃあとりあえず先にすみません進みまして、
まあ、イーサー自身は、よく製品を、まあ、最終的には製品とかでその、使えるような Linux を作るため の, あのビルドシステムとしての、まあ、機能を提供しているっていうようなあの形になっています。で、まあ、その使い方っていうのもあの簡単に誰でもできて、ビルドにもその再現性があって、まあ、アプリケーションを追加したりですとか、あのちょっとコンフィギュレーションを変えてみたりとかっていうこともできるようになっていて、それで複数 の, あのターゲットですね、もあの一つのビルドシステムでちゃんとビルドできるようにあの作るといったところがあ、まあ、目指すところというふうになっています。と、まあ、やっぱりここがちょっとデビーと大きく違うところかなと思っているのはこ の, あの下のローウェイ法と、まあ、ネイティブビルズのマッシブチェンジズとか書いてありますけど、まあ、やっぱりそのデビアンのバイナリーを直接使うっていったところでビルドの時間だったりとかそのカスタマイズ、保守にかける時間っていったところをまあ極力削減しているっていったところは、まあ、これは結構あのシメンスが裏にあるっていうところもあるかもしれないんですけど、要求としてやっぱりあの本当に必要なところだけを変えて作っていくっていったところは、ね、あの重きを置いて彼らは作っているみたいです。ここはちょっと我々とあの結果論的にちょっと違うっていったところになりますね。で、これはイーザーの方があの用意してくれた図なんですけど、実はちょっと自分もなんかさっきの図に似せて作ってみたので、ちょっとこっちをベースに説明しようかなと思ってまして、で、ですね、まあ、結果的に言ってしまうこの赤いところが全部、イーザーのあのものっていうものになるんですけど、我々のさっきの図と違ってあのポーキーがこれ出てこないんですね。まあ、要は中にビットベイクとか入ってるんですけど、あの全部コピーして持ってきて、まあ、自分たちで必要なところはもう書き換えてあのリポジトリ独自に作ってるっていうようなアプローチでやってるみたいです。でその中にそうですね、コアになるところとするとこのビルドチェンジルートっていうのがまず一つあって。これあの先ほどの話につながるんですけど、結局デビアンのバイナリーパッケージをバンバン持ってきて、マルチストラップで、まずこのビルドチェンジルート、要はビルドのため の, あのルートファイルシステムをもう新たに作ってしまう。まあ、これクロスじゃないですね、ネイティブ用の環境ですけど、これはまあ共通機能としてありまして、でその上で、例えば、ハローみたいなそのアプリケーションをビルドするためのレシピがあって、で、まあ、他にもこう今これしかないんですけどリポジトリを見ると他にもまあできた時にはあのまあその共通で使える機能っていうのは一つこの DPKGPB クラスとかにまとめられていて、まあ、こいつが最終的にこうビルドするスクリプトを叩いてこの、ビルドチェンジルートの中で、パッケージとしてバイナリーパッケージとしてビルドされて、でそれがルートファイルシステムに最後組み込まれる、そのためのレシピも用意されてますよっていう、まあ、単純に言うとこういう、仕組みに、なってます。なので基本的にそのビルドする部分、ビルドシステムなんですけど、ビルドする部分っていうのはあの DBKG のビルドパッケージで、アーキテクチャ違う場合もうこれあの QM 使ってあの別のアーキテクチャ用のネイティブビルドをして、バイナリーパッケージを作るというふうにやっているので、まあ、そういう意味ではあの非常にシンプルかつそのデビアンに非常に近いというかもうデビアンの仕組みをそのまま使ってあのやるためのビルドシステムというような認識で大丈夫だと思います。すいません、なんか下に余計なものが入ってますね、これミスです。で、まあ、使い方とかもこれはあのスライドも上げてますので、あの必要に応じて見ていただければと思います。イーザーの方も一応8 と,、9のストレッチもあのサポートしているようです。アーキテクチャは今のところ x86 と ARM の HF アドプットになっています。で、ここからはちょっとあの比較 の, あのところに入ってくるんですけど、
まあ、一つ一つちょっと見ていきますと、ベースにしているシステムというのは、まあ、先ほどから何度も言っているように、そのイーザーの方は Debian のバイナリーのパッケージをそのままあのビルドすることなく使ってますよっていうのに対して、まあ、Debian の方はソースパッケージベースで全てもう一度クロスビルドしてツールチェーンから全てもう全部あの作り直すっていうあのところです。でビルドシステム自体は、まあまあ、イーザーはビットベイクのコマンドは使ってるけど、その後ろ の, あのレシピの大きいとか、ヨクトの提供しているものっていうのは、あの本当に一部しか使ってないようなあの形です。で、デビーはもう本当に大きいの仕組みそのものをあの全部使って、その上に作っているというようなものになってます。で、さっきの図で出てきましたけど、マルチストラップとか DPKG ビルドパッケージのデビアンのビルドシステム の, あの機能っていうのを全部使って、イーザーは使ってあの作られてますが、デビーの場合は、あの本当に動きの仕組みに乗っ取って、デビアンのソースだけを使っているというようなものです。メタデータ、まあ、これ実際にあの、とプロジェクトでいうあのレシピの部分になってくるんですけど、イーザーの方は、ですね、その、まあ、複数レシピができていたときに、その共通で使える機能を提供するクラスファイルを用意してあげたりですとか、その最終的にルートファイルシステムを作る、レシピっていうのもあったり、します。まあ、実際に中見ていただけるとすごいシンプルなので分かりやすいんですけども、まあ、ただその Debian のパッケージっていうのはあの含まれませんよっていうのを強調しています。それに対して Debian は、まあ、同じようにその共通機能を持つファイルっていうのを提供しています。でそれに加えて、各一つ一つ の, そのソースパッケージに対してどういうふうにビルドするかっていうのを全部あの一個一個レシピを作っています。ちょっとですね、ここでシンプルな例ですけど、これイーザーのリポジトリになるんですけど、これがさっき言ったその共通機能っていうことです。まあ、そんなにファイル自体も大きくなくて、この中で、どういうふうに Debian のパッケージをビルドするかっていうのがまあ書かれて、これを、これをこのレシピズアプリケーションの下に HelloBB っていうのがあるんですけど、こいつがさっきのファイルを読んで、まあ、最終的に、ビルドする、まあ、のハローのアプリケーションをビルドするためのレシピなんですけど、まあ、本当に必要最低限の情報しか入ってない、あのシンプルな形で、実装されています。で、一方このデビーのメタデビアの方も同じようにこう共通関数を提供するファイルがあってあるんですが、実際レシピの方を見ると、このデビアンのソースパッケージに対応した名前のディレクトリがもうドバーッとこうここに全部あります。これせっせと全部作っています。で、なんかシンプルなものを見ると、例えば、ゲットリブのレシピとかを例えば見てみると、まあ、ちょっと細かくて申し訳ないですけど、例えばこうコンパイルするとかインストールするとかっていうのを、まあ、一個一個書いてある、まあ、さっき の, あのイザの方にはなかったんですけど、こう、まあ、クロスビルドしたりカスタマイズするためにあの、まあ、こういった定義を一個一個、まあ、作って書いてある、まあ、でバイナリーパッケージをどう作るかの定義とかも、まあ、この辺に全部載ってるっていう感じです。で今は非常に比較的シンプルな例なんですけど、例えば BG ボックスみたいなやつを見ると同じように書いているんですが、例えばコンフィギュアとかコンパイルとかも画面に収まらないくらないくらいなんかいろいろこうごちゃごちゃ書いてあって、インストールもこんなに長くてみたいな、場合によってパッケージの複雑性とか、あと実際にやりたいことによって結構こうレシピがどんどん肥大化していくっていう問題もちょっと抱えていたりするんですが、まあ、その分細かいことを何でもできるっていうのメリットっていうのは逆に考えればあるかなというふうに思っています。ちょっと余談でした。はい。で、一番やっぱり
典型的な違いかなと思うのはそのクロスコンパイルの部分、Debian の方はクロスなんですけど、イザの方が QM 使ってネイティブビルドでやってますっていうのは、要は普通のパッケージビルドするのと同じなんですね。そういう意味ではその時間を稼ぐとかっていうところはベネフィットがあるっていうふうに言ってます。あとその Debian のバイナリパッケージそのまま使うので、Debian で確認されたテストとかして確認した結果っていうのはもうそのまま生きてくるっていうふうな利点もあります。はい、QEMU で多分ユーザーモード QEMU で、ARM かなんかの GCC を動かすことをネイティブって言われてるんですけど、そうですね、ちょっとシステムだったかどうかちょっと覚えてないんですけど、多分ミニ FMD かなんかで QEMU の上で GCC、ARM の GCC を動かしてビルドっていうのをネイティブって言われてて、はい、それとは別にクロスコンパイラーを使う方がクロスって言ってると思うんですけど、はい、やっぱり、QEMU の上で GCC、ARM の GCC に回した方が早いんですか？今ネイティブの方が早いっていうふうに。すいません、速さっていう意味で、コンパイルの速さっていう意味では遅いです。はい、自分が言ってた速さっていうのは、では実際に物を作ろうと思った時の、やり始めてから終わるまでの、時間のことを言って、今の場合、要は全てのパッケージを本当にいざでもビルドするっていう話であれば、その PML で動かすんで、ビルド時間遅くなると思うんですけど、もともとそこ の, バイナリー持ってくるっていう前提がちょっと抜けて、そうです、ね、なんで要は本当に追加の部分しかビルドしないっていう意味でトータルの開発時間が期間が長いっていう意味でちょっと説明すいません分かりづらかったかもしれないです。ありがとうございます、はい、そういう意味でその QM の動きで動かすんでやっぱり遅いものは遅い。パネルのビルドでなんか1時間ちっちゃいやつでもかかっちゃったりとかっていうふうに言ってました。で、逆にまあ DB の方は複雑に作ってはいるんですけども、その公金の流儀に基本的にも全部従ってちゃんと書いているので、そういう意味では公金側のレシピ、既存のレシピとか、そういう提供されているインフラに対する親和性が非常に高い。あとは自由に本当に一流放題っていうところもあります。であとはそうですね、イザの場合はバイナリーパッケージを本当に持っとかないとできないんですけど、持っとくというか、そのデビアンをそのまま使うんであればそのデビアンをそのまま使えればいいんですけど、例えばミラーを将来的にどうするかとかっていう問題は多分出てくると思うんです。それに対してデビアンの方はソースだけあれば全部ツールチェーンから何から全部作り直すので、そういうバイナリーを取っておく必要はないっていう、見方、メリットの見方もできるかなっていうふうに思います。共通の部分に関しては、もうここに書いてある通りなんですけど、Debian のパッケージをベースにしていって、ビルドするのは、ビットベイクと、そのレシピにを使って、やっているっていうのと、プロダクツごとにそのリリースをしようとしたときに、翌年のその先ほど言ったそのレイヤリングの仕組みに基づいているので、管理とかもその辺チェックしやすいっていうのは、このあたりは共通、本当にやり方、同じようなやり方をしているっていうような形です。これはちょっと抽象化した図なんですが、要はコミュニティ、各リソース、コミュニティのリソースとどう関連があるかなっていうのを、簡単に図で示してやるところなんですけど、Debian の場合は、その Debian が提供しているそのルー、パッケージのメタデータの部分に加えて、Debian 側でもそのレシピっていうのを作って、インターフェースっていうのを実装している。で、よくとプロジェクト側、に関してはこのツール群っていうのはもう全部共通で使っているので改変とかも特にしていない。そういった各プロジェクトとの関連があります。一方でイーザーの方は、Debian に関してはそのノータッチ基本バイナリーそのまま使うのでノータッチなんですけど、エクトプロジェクトのそのバイナリーとかっていうのは全部コピーして別に持ってきて、
この青になっているその改変加えているところとかもあるので、この辺はそのメンテとかをしていかなきゃいけないというようなあのものになっています。時間がまずいですね。あんまりヒントがありますですね、これはちょっとそのデビーと、まあ、今回イーザーとデビーの話なんですが、他にもその、まあ、デビアンのコミュニティの方ですとか、イーザーに関わる別のプロジェクトとかもあって、まあ、それ の, あの 歴史をちょっと図で書いたものになってます。デビアン自身はまあずっとネイティブビルドであのやってるんですけど、まあ、一昔前にエンデビアンというものがまあ出てきて、まあ、ここでクロスビルドをやる仕組みとかあのデータとか提供されたりしたんですが、まあ、今ちょっとメンテナンスされていないと。なんですけど、これ実は途中から、デビアンクロスっていう、まあ、これプロジェクトというよりはメーリングリストの名前になってるんですけどっていうのがあのできまして、2013年かな。でこの裏で結構そのパ、ソースパッケージのクロスビルドするためのパッチの提供とかを裏で進めていたりあのします。これが普通にアクティブ、アクティブです。まあそのメールの頻度とかっていうのは、まあ、波はあるかもしれないんですけども、まあ、実際にあのメインで活動されている方とこの間あのすごい長いリプライが返ってきたりとかもしてたので、自体はすごい山に生きて、実際に生きていて、でその成果も、ちょっとまだ厳密に確認したわけではないんですけど、デビアンサイドも本当にソースパッケージに実際に入ってきているっていうふうに、認識してます。で、こっち側は完全にカスタマイズ の, あのプロジェクトになるんですけど、これ一番最初、これスリンドっていうのがあるんです。これ、シーメンス・リナックス・ディストリビューションの略らしいです。もともとシーメンス向けに作られているディストリビューションで、クロス、今のデビと同じようにクロスビルドで対応しています。なんですけど、ここも、結果的に同じようにそのリソース の, あの問題とかがあって、プロジェクト自体は止まっている。なんですけど、これをベースにして、今のイーザーというのがまあ作られていて、こちらはそのネイティブビルドでやっているというような形です。で、まあ、同時期にデビも、GitHub とかにこう出てきて、でまあ、お互い接続やってたんですけど、2016年かな、で、まあ、ELC があって、まあ、ちょっと一緒にコラボし始めたというような形です。でここからちょっとまあどんなことをやってきたかっていうのをちょっと簡単に説明したいと思うんですが、まあ、基本的な、まあ、最初にやろうとしたのが まず、単純にメリット、お互いのメリットですとかその課題っていうのを、まあ、まずはちょっと共有して、まあ、その上で共同でできることをまあ探していこうかっていう形でまあ進めてきました。で実際に試しにものを作ったりとかっていうこともしてました。で、メインのトピックスって3つあるんですけども、今回取り組んだ内容としてこの3点がありまして、1つはバイナリーパッケージのキャッシング、もう1個はクロスビルドの対応で、最後はライセンスの、まあ、調査とあとまとめですね。まあ、それぞれについて、説明していきますが、まあ、1つバイナリーパッケージのキャッシングっていうのは、これもともとイーザーがやろうとしていたところで、まあ、一度バイナリーパッケージ作ったんだったら再利用する仕組みが欲しいよねっていう話で、向こうで開発をされていました。で実際我々も同じような悩みというか、その再利用できるんであれば、まあ、開発目的とかでも使えるっていう形で、要はここ同じ方向向いていたので、じゃあその辺で共通の機能を作りましょうかっていう形で、進めてきました。で実際にまあ、プロトタイプ、ブルーフォークコンセプトみたいなのを作って、まあ、お互い提示して、ちょっとこの辺もちょっとこうやらなきゃいけないよねみたいなところを話し合ったりしました。まだちょっと共通化には至ってないんですけども、まあ、将来的にその辺のヒントが得られたかなと思っています。で、まあ、実際やってみて分かったかなというところなんですけど、イーザーの場合はやっぱりデビアンそのままなんでバイナリーパッケージの再利用ってすごいやりやすいんですけど、デビの場合逆にヨクトプロジェクトべったりになっているところがあるので
例えばそのアーキテクチャバイナリーのパッケージ2つ必要だったりとか、あとそのシスルートを使って利用する構造になってますけど、まあ、そういったところとの相性が悪かったりっていう、いろいろ問題が表面化していって、まあ、そういったところをまあどう解決していくかっていうのを今後考えていこうかなと思ってます。それかあるいは別のアプローチ、もうちょっと欲とべったりじゃないデビアンに信用性の高い方法に我々のビルシステムの仕組みを変えていく必要があるんじゃないかっていったところもちょっと検討を始めたっていうような形です。これはいいとして、ちょっとこれが、まあ、一番重要なところかなと個人的には思ってますが、そのデビアンのパッケージをクロスビルドするための取り組みです。まあ、モチベーションってあるんですけど、デビの方はやっぱりレシピの、さっきお見せしたレシピの作るのが非常に大変ということもあって、もともとやっぱりビルドするためのデータとしてはデビアンのディレクトリの下にルールズってファイルがあると思うんですけど、これを今全くデビアン使ってないんですね。デビアンが提供しているリソースを使ってなくて、完全に一からレシピを作っている。なんですけど、このレシピを作るときにルールズを見ながら、こういうふうにビルドすればいいっていうのを見ながらこう実際作っているので、結果同じようなバイナリーパッケージが出来上がるんですね。ものによってはカスタマイズしているものもあるんですけど、基本的に同じポリシーでやっているので、まあ、それだったら有用できた方が絶対、将来的にそのメンテナンスコストを考えると絶対そっちの方がいいよねっていう形で我々もその方向を変えようとしていました。でイーザーに関してはもともと先ほどそのシズリンドの方で経験があったので、まあ、そういったデータ持ってるよっていう話もありました。であとはデビアンのコミュニティの方でもそのデビアンクロスのメーリングリストとかで、実際ソースパッケージのクロス対応が進んでいるっていう形でいろいろ情報があったので、じゃあちょっと実際にやり始めてみようかっていう形で、今回やってみました。やっぱりデビアンルーズベールスでビルドしていくっていうのが共通の特徴で、まずそのデビアンのコミュニティの方でちゃんとクロスビルドの対応、中のインハウスでやるんじゃなくてコミュニティでやっていこうというのは共通の認識でした。でイーザーの方はスリンドが提供している共通機能というのを共有していただいたり、その時に作ったソースパッケージの例みたいなのを共有していただいたりして、まあ、こっちの方で、まあ、それを見ながらいろいろ研究とか進めていきました。でデビーは実際にデビアンのルールズをレシピから叩いてビルドするような仕組みっていうのを検討を始めました。と同時にそのクロスビルドの対応をそのパッチという形で要はコミュニティの方に送って、コミュニティレベルでクロスビルドサポートしていくっていう取り組みも進めています。実際にこの辺のパッケージに対して、パッチを送ったりとかしています。で実際に終わってみて、まあ、感覚としてはルールそのまま叩いても結構ヨクトの中でクロスビルドそのままできるようなパッケージもあって、まあ、ものによるんですが、まあ、全てが全て難しいというわけでもないのかなというような認識です。ただ、まあ、デビアンルールズっていうのが基本的にネイティブの環境に非常に依存している、まあ、そのビルド依存とかビルドの時に必要なコマンドとかツールとか全部ネイティブに使うようになっているので、まあ、その辺ヨクトのちょっとシスルートと非常に相性が悪い、そのままだとビルドできないパッケージとかもあって、まあ、その辺をどうしていくかとかっていうのもやっぱり考えないといけないかなというふうに思っています。でイーザーの方は、まあ、カーネルのビルドが遅いとかっていう話もあったので、やっぱり開発目的であってもゲームを使わずにクロスビルドできるといいかなっていうふうに考えをちょっと変えてきているところもあります。で今後は、まあ、その辺のビルドシステムの設計の見直しとかコミュニティへのパッチ提供というのも引き続き行っていきたいかなと思っています。まあ、最後にこれもざっくりとですけど、ライセンス周りの話、まあ、やっぱり製品化するにあたって、この今作ったイメージの中にどういったソフトウェアが入っていて、それぞれどういうライセンスなのかって、やっぱりやられてる方はこの中でもたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、この辺の仕組みってやっぱり共有されてないよねっていうのが、今我々も共通の認識として、持っていました。まあ、そこに対して、じゃあ、まあ、その辺の
ライセンスを調査するツールだったりとか、もともとソースパッケージにそのライセンス管理の情報って入ってるんですけど、その辺をあの機械的にうまく処理できるようにするための仕組みっていうのをあのコミュニティレベルでやっていきたいねっていう形で、あのこの辺の取り組みもちょっと始めました。まあ、具体的にはこの Deb5 フォーマットって書いてあるんですけど、 Debian のこのコピーライトファイルの中にライセンス情報とあと著作者のコピーライトホルダーの情報が入ってるんですけど、これが最近その Deb5 っていう統一されたフォーマットで書かれるように、コミュニティの方でも動きが出てきています。例えばこれデビアンの公式ですけど、まあ、エグザンプルみたいなところで、これかこれちょっとシンプルすぎてあれなんですけど、例が悪いですけど、まあ、要はこういうファイルに対してそれのコピーライトホルダーはこれ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 で、そのライセンスはこれですよ、でその条文がこれですよっていうのがちゃんと決まったフォーマットで書かれ始めています。まあ、その要は DEP5 っていう形で書かれてるんですけど、その辺がやっぱり全部対応しているわけ、コミュニティサイドでも、Debian の方でも全部対応しているわけじゃないので、してないものに関しては我々の方でも直してパッチを送っていきましょうっていうような取り組みも進めています。で実際にちょっと見づらいですが、もともとのコピーライトフォルダはこんな感じで書かれていまして、コピーライトファイルか、アクノレッジとかコピーライトとかそのファイルの名前とか書いてないんですね。ライセンスがこんなんで条文これですぐらいしか書いてないんですけど、まあ、それを実際こういうファイルが、あって、まあ、それのライセンスこれで、条文はこれですっていうような形で書き換えてパッチを実際に送ってみたりします。まあ、これも結構先の長い取り組みなんですけど、まあ、ちょっと将来的なことを考えて一緒にこの辺もやっていけたらいいよねっていう形で今活動を始めています。で、よいしょ、こんなところですかね。ちょっと時間もオーバーしてるので、まあ、まとめなんですが、結局我々のプロジェクトとしては共通の目指すところと、まあ、それぞれ個別でやりたいところっていうのも存在しているっていうのは、まあ、お互い認識をちゃんとしています。まあ、そんな中で、まあ、現状とこれからっていう意味ではDebianのルールズだったりそのクロスビルドの対応っていうのを、まあ、両方とも今後やっていきたいといったところで方向性は一致しているのと、クロスビルドに関してはDebianとの方にパッチも投げてやっていく。で、ライセンス関連とかその Deb5 のサポートっていうのも共通の問題として対応していく、ような方向で、動いてます。で、まあ、実際にコラボレーションしてみて、やっぱり実装を共有するっていうのは非常に大事だねっていうのを、まあ、改めて感じました。その、まあ、スリンドの方でいざもやっぱり事前に作ってたものとかいろいろあったので、まあ、そういったところを実際に見れて今後のこちらの改変にこう役立てていってたところっていうのは非常に大きいかなというふうに思ってます。まあ、あとはやっぱりそのアップストリームにどんどんパッチを投げていきましょうということだったり、まあ、あとクロスビルドのパッチ ですとかそのインハウスでやっぱりやっていても、将来的にはどんどんメンテも大変になってきますし、つかなくなっていくところってどうしてもあるので、まあ、パッチのところ大変ですけど、コミュニティの力をコミュニティと、まあ、力を共有するという目的で、まあ、その辺やっていきたいというふうに思っています。はい。まあ、ちょっと最後まとまりない感じでしたけど、時間も時間なのでこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。質問とかあります？どこから行こうかな。まず、比較表みたいのがあったと思うので、アイザーですね。何がもう、崩れちゃった。あ、そうですね。
で、これでメタデータ、ビットベイクレシピの部分で、ルールズ使ってない、デビアンのルールズ使わないで、まあ、その欲となる意味、流儀で書き起こしてるってことなんですけど、例えば、組み込みだとドキュメント、なんだろう、マンのドキュメントとかは削除するとか、やると思うんですけど、そういうのも通過してやってるのかとか、若干気になります。そうですね、ドキュメント関係は、厳密に言うと、除外はしてないんですけど、別のパッケージに自動的に分かれるようになってるんですね。その、エクトのパッケージングのデフォルトの仕組みがそうなんです。あ、そういうのがあるんですね。はい、なので、まあ、その辺は別出しでポップ出てくるので、明示的に指定しないと、ルートファイルシステムには入らないっていう形です。流儀の、欲との流儀で、メタデータっていう方に、まあ、レシピを書き直しているので、一応シスルートでクロスができて、まあ、いい感じにソースコード共通でデビアンベースで作れるっていうのが嬉しさって感じになるんですかね。そうですね。なるほど、困った。自分はその欲とのビットベイクの周りがあまり好きじゃないので今のシステムを使ってるというのがあったので、そういう意味ですと、これなかなか好きでやってる、やってるというか、そのビットベイクとかそのレシピの流儀が大好きっていう人はなかなか聞いたことがないですね。ああよかった。で、あと自分の知見で知ってるところとしては、まあ例えば CD リッピングとかするのに CD パラノイアっていう、まあソフトウェアがあるんですけど、それが開発も終わっててずっとあれなんですけど、オートツールズとか超古すぎてネイティブありきでしかビルドができないみたいな。デビアンは一応オートツールズのバージョン上げたパッチ、でかいパッチがドガーンってくっついてて、ネイティブで回してんで今まで問題にならないで、まあ、世の中にてクロスビルダーだと超つれんみたいなネタがあるんで、実はそういう、まあ、さっきのあの何でしたっけ、OpenSSL とかじゃないんです、NTP とかじゃないんですけど、機能としては必要十分なんだけど、ちゃんとモダンな環境でビルドできるようにみたいな、本当のソフトウェアレベルでそのアップストーリーの対応が必要みたいなやつも結構実は、自分が知ってるのがその CD パラノイアってやつしか知らないんですけど、はい、まあ、チラチラいるのかなっていうところで、ちゃんとメンテナンスしてやる必要があるかなとは思いましたね。そうですね、実際やっぱりクロスビルドをやってようと思ってできなかったのかって他にもあって、ちょっとその名前忘れちゃった。そうなんですよ、結構ぼちぼちこうミニマムでやろうとしても、これクロスビルド対応してないんかみたいな悲しい発見が結構あったりはする。そうですね、メタデータ単純にそのメタデータ的にデビアンで言ったらそのデビアンルールズが対応してないだけのものもあれば、はい、本当にソースレベルというか機能的にもうそもそもこれクロスじゃできないっていうようなものもたまにあったりして、うん、なんだっけな、QM のバイオスとか、ああさすがにそういうネタはちょっとイレギュラーでいいと思うんですけど、まあ、そういったものに関してはもう個別にやっぱりレシピ作って対応できるような形で例外的にやってるところはやっぱりあります、うん、なるほど。とりあえず、はい、ちょっと自分 もうこの辺のデビアンのソースのパッチだとかその辺のありがたみを受けつつ、こうクロスでやりたいっていうモチベーションがあって、まさにこれだと思ってて、まあ、自分の中でも課題はこうだよねっていうリストを実は持ってたんですけど、最後に出てきたほぼ一致しちゃって、あ、それはもうちょっと、まあ、一緒にやらせてくださいって感じと、まあ、デビアンサイドがね、そのデビアンクロスっていうのはデビアンのプロジェクトでいいんですかね。まあ、そうですね、発生してる発生、サブプロジェクトというのか、まあ、さっきも言ったんですけど、メーリングリストの一応名前なんですよね。プロジェクトの名前としてはなかったかもしれないです。だからまあ実際その中でソースパッケージ そのクロスの対応をやっている人たちっていうのがまあ活動しているようなイメージ。まあ、多分そのメンテナー、各パッケージのメンテナーに、これクロスビルドのパッチだよってこう送っても多分無視されると思うんですよ。その人が興味ない限りは。そうなんですね。そういったところで、人が集まる、まあ、仕組みとして、まあ、それがあるだけでもすごい違うのかなっていうのを。
あと途中で言ったかは忘れちゃったんですけど、実際1300パッケージ、ソースパッケージかが、デビアのストレッチ、今回のステーブルで新たにクロスビルドできますっていうふうに公式が言ってたので、あの多分その辺の成果って入ってきてるんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、ちなみにすみません、デビアでクロスビルドができるっていうのはどういうことなの？普通はあの P ビルダーみたいなのここって入って、はい、要するに ネイティブみたいな形でビルドすると思うんですけど、はい、なんかデビアの枠組みとしてクロスビルドを走らせる何か公式なツールはあるって？ありますね。あの実際ちょっと私の手元でまだあの試したことが実はあのないんですけど、あのドキュメント見ると S ビルドをそのまま使うでもうクロスビルドできる。あと DPKG のビルドパッケージ使っても、まあ、多分コマンドちょっとオプションとかつける必要あるかもしれないですけど、それでも普通にできるというふうに書いてますね。ちょっと後でページとか、あのお願いします。なんかそのデビアも基本的にそのネイティブでやるって、もうあの流儀があって、クロスはもう意図的にやらないって排除されてるっていう話だったら、クロスもやりたいんだよみたいなところから、ちょっとデビアンの人たちを巻き込んで、そういうツールを作っていくところをやった方が次がいいのかなってちょっと思い始めてたんで、まあ、すいません、自分のちょっと調査不足があるような気がしてきたんで。やっぱりそのデビアンコミュニティすごいあのポリシーがしっかりしているので、まあ、しっかりしている、逆を言うとガチガチなところもやっぱりあると思うんですよね。その辺あの動かしていくのってすごいパワーが必要かなっていうふうに思ってるので、まあ、うまくやるにしてもちょっと。ビルドの仕組みがまあその一応デビアンを楽しめるものっていうところあるので、逆にそこを変えようという発想は基本的に多くの人はしないので、でもそういう一方でこういうやっぱ成果をもっと活用してデビアンを活性化させたいんだっていうモチベーションが外にはあるよっていうところで、で実際に仕事としてもやりたいっていうのはあるんで、別にリソースがあればできることだと思うので、うまくそのはい、はい、まあ、ちょっとあのまた後ほど、はい、深い話をさせてください、はいはい、ありがとうございます。他にですね、はい、どうもありがとうございました。